高エネルギー加速器研究機構の物質構造科学研究所では、物質の構造を調べる研究を行っています。トナリエクレオに登場した物質構造科学研究所の特設展示、ポップイントゥサイエンスは、買い物帰りに立ち寄り、気軽に科学に親しんでもらおうと企画されました。研究所なんですけども、基本的には生物の中の生態構分子、タンパク質とかそういうものの形を調べて、その形に基づいてどういう働きをしているかとか、どういうふうに生物の活動に関係するか、そういうことを調べて、だからそのタンパク質の立体構造を調べて、そういう研究です。ポップイントゥとは英語でちょっと立ち寄るという意味です。はい、皆さんがちょっとイメージする科学の展示っていうとちょっと難しいとか、ちょっと聞きにくいっていうような感じがあると思うんですよね。ですので今回はこういうちょっと可愛らしい絵柄とカラーを使って、皆さんがこう簡単にこう科学のことを学べるような、そういうものにしたいなというふうに思って、こういうちょっと可愛らしい絵で描いてみるっていうような感じです。現在は構造生物学研究センターが解析した中和抗体の模型を展示しています。中和抗体とはウイルスの感染を防ぐ物質で、ウイルスに感染したとき、またはワクチンが体内に入ったときに作られます。新型コロナウイルスの報道で知られるようになりました。この模型は人の細胞の表面、ウイルス、そして中和抗体のうち接続部分のタンパク質で1000万倍に拡大したものです。パズルのように組み合わせることで、ウイルスの感染や中和抗体によって感染を防ぐ仕組みが直感的に理解できます。カラフルなパネルの右側には細胞がウイルスに感染している様子が、左側には中和抗体によって感染を防いでいる様子が描かれています。また裏側のパネルを見ると、細胞、ウイルス、中和抗体、それぞれの大きさを比べることができます。中和抗体の他にも、構造生物学研究センターで解析したタンパク質の模型が展示してあります。次回の展示はこれらのタンパク質のうちピロリ菌を予定しています。この場所でしか見られない動画がありますので、それで中和抗体と